稲垣啓太はジャパンラグビーリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツに所属するラグビー選手3兄弟の魔帝小学校時代には体重が100キロを超える体格になっていた小中は野球で保守をやっていたが兄が新潟工業高校でラグビーを始め兄とパスをしたことがきっかけで14歳から新潟市 ジュニアラグビースクールでラグビーを始めた。デビュー試合は、花園ラグビー場だった。2009年、新潟工業高校卒業後、関東学院大学に入る。なお、新潟工業高校時代、高校日本代表に選ばれ、第32回高校東西対抗試合の参加メンバーに選出された。2012年、関東学院大学ラグビー部の首相に就任した。 首相となった大学4年時に関東リーグで7敗、入れ替え戦も敗戦し、関東学院大学としては31期ぶりの2部リーグに降格した。その時は人目もはばからず涙した。2013年、関東学院大学卒業後、パナソニックワイルドナイツにプロ選手として加入。同年8月31日に行われた、 ジャパンラグビートップリーグ第一節の近鉄ライナーズ戦にて先発出場で公式戦初出場を果たす。また、同年度シーズンの新人賞に堀江京介と共に選ばれた。2014年11月15日に行われたリポビタン d ツアルールマニア戦で日本代表初キャップを獲得した。2015年レベルズに加入。また、 同年8月にラグビーワールドカップ2015の日本代表に選出された。さらに同年12月にはスーパーラグビーの日本チームサンウルブズの2016年スコットに入った。2019年8月ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。ありがとうございます。